iPad で作った私のキャラクターが 3D プリントできました。どうも、ぷくともです。今年の前半に 3D プリンターを購入した時にフィギュアを作りたいっていう話をしてたんですけど、気づいたら年末になっちゃいました。今年はちょこちょこ隙間時間にノマドスカルプっていう 3D モデリングのアプリの使い方を勉強しまして、やっとこさ形にすることができました。今回はそんなオリジナルフィギュアをどうやって作ったのかっていうのと、参考にした動画だったり工夫したポイントについてお話ししていくので、 3D プリンター買ったはいいけどなかなか活用しきれてないなっていう方とか、あとは自分で描いた絵を 3D モデリングで立体化してみたいという方もぜひ参考にしてもらえたらと思います。今回使うのは iPad のアプリノマドスカルプです。3000円って聞くと結構するなと思っちゃうかもしれないんだけど、1回購入すればどんどん 3D モデリングができちゃうアプリなので、ぜひよかったら購入してみてください。ちょっと練習で作ったひよこちゃんが出ちゃっているので、新規作成で新しい画面を開きます。で、このアプリの特徴としては粘土のような形でこうやってコネコネと形を変形させていくことができたり、あとはドラッグの機能を使えばこうやって引っ張るような形で変形させることもできちゃうという、結構ね、直感的な操作で 3D モデリングができるアプリです。で、右上にはサイコロがありまして、このサイコロのようなものを動かしていくとこうやって画面の角度を変えていくことができます。そんなノマドスカルプの使い方についてはジェーンアートワークさんの YouTube やノートがめちゃめちゃ参考になりました。本当ね、分かりやすく解説してもらっているおかげで初心者の私でも簡単に作ることができました。そんなわけで今回はオリジナルキャラクターのワニくんを作るのチャレンジしてみます。ワニくんを作る上で一番使った機能がチューブ機能ですね。そのチューブ機能についてもね、ジェーンさんが分かりやすく解説されていたのでリンクを貼らせていただいてます。今回このアプリの使い方についてこの動画の中でもっと詳しく紹介しようかなと思ったんだけど、私自身初心者だっていうところと、もうジェーンさん以上に分かりやすく紹介できる自信が全くなかったので、リンクを貼らせてもらうという形で他力本願のスタイルでやらせていただいてます。はい、そうこう言ってる間にワニくんの形ができてきました。このギズモっていう機能もね、 3D モデリングでめちゃめちゃ使いますので、はい、この部分を作って目をはめ込んでいったらもうワニくんが完成です。あとは色を塗ったりそういったこともできちゃいます。今回はね、このソフト上でも色を塗ってるんだけど、実際 3D プリンターで印刷するときには改めて色を指定する必要があるので、その時には改めてっていう感じですね。そしたら STL のデータを書き出してパソコンにデータを移します。ここからはパソコンの作業です。バンブースタジオというスライサーソフトで設定していきます。大きさを変えたりだとか、色を指定したりっていうこともここでできます。はい、そしたらプリント開始。そんなわけで無事に完成しました。なかなかのクオリティじゃないですか。今回工夫したポイント2つありまして、1つ目に工夫したポイントは積層根を目立たないようにファジースキンという設定を利用してみました。このファジースキンという設定はバンブーラボが出しているバンブースタジオっていうスライサーソフトを使って設定することができるんだけど、設定をしていないプリントしたものと比較してみると、特に上から見た時分かりやすいんだけど、かなり積層根が目立たなくなっています。表面がね、こうまるでぬいぐるみのようなポコポコとした感じになっていることによって、あんまり目立たなくなるんですよね。なのでこのファジースキンという設定おすすめです。続いて2つ目にやったことが、目のパーツだけ分けて印刷しました。そのためにやったのはブーリアン機能というやつで、この目の部分だけくり抜く形で分けてます。
この機能については iPad クリエイターさんの動画が参考になるので概要欄にリンクを貼ってます。これをやることによって目は後からはめ込むことができました。なんでこんなことをしたかというと、ちょっと勉強のために作ったこのうさぎちゃんが説明として分かりやすいんですけど、これは目の部分を分けずに印刷したものなんですけど、ちょっとね映像だと分かりにくいかもしれないんですけど、この黒の部分を境に白が若干濁ってますよね。 3D プリンターってどんどんこう重ねて印刷していくので、色の切り替えがあるとめちゃめちゃフィラメントも消費しますし、白と黒とかかなり色の差が激しい場合、こうやってちょっと濁っちゃったりもするんですよね。そんなわけで私は今回目の部分だけ分けて印刷してみました。子供のからの小さな夢だった自分のキャラクターをフィギュア化することを達成することができました。もうねめっちゃ嬉しくてニヤニヤしちゃいます。はい、そんなオリジナルキャラクターのワニくんなんですけど、ちょっとお知らせがあります。年末年始に使える LINE スタンプを作りました。今回年末年始の挨拶だったり誕生日だったりクリスマスだったりもろもろのイベントに使える LINE スタンプをギュッとまとめて販売しております。よかったらぜひ使ってみてください。実際使ってみたよという報告もお待ちしております。というわけで最後までご覧くださりありがとうございました。以上ぷくともでした。バイバーイ。今回試作品を含めて大量に作りました。